おはようございます。西戸明子です。今朝も先週末行われました NACA のアドバンストマスタークラスの授業からのワンシーンをご紹介いたします。ある方が言われました。自分はもっと前に進みたい、でもどうすればいいのかわからない。その方にお尋ねしました。前に進むと何が得られるのですかと。するとその方は言われました。もっと深く人と話ができると。そこでお尋ねしました。私たちは今深くつながり、深く話ができているのではないでしょうかと。するとその方は、そうですねと言われました。決して長くはないこのやりとりなんですが、大切なことが含まれているなと思いましてご紹介させていただきます。こうなれば、ああなれば、自分の求めているものが手に入る、そんな風に未来を見つめて、未来になれば求めているものが手に入ると考えて、今はそれがない、できていない、足りていないと思う、これはその方だけではなく多くの人に見られる考え方だと思います。しかし今ご紹介させていただいたように、じゃあその未来において、ああなれたら、こうなれたら手に入ると思っているものが本当に今はないのだろうか。そのことを改めて問うてみると、実はもうすでにそれを持ってたりするんですよね。あれってなりますね、ここで。あれおかしい。これが手に入れば、あれが手に入れば、自分はこんな風になれるんだって信じて頑張ってるのに、そのこんな風になれるのがすでにもう今なってたって気がつく。あれ、自分はどうすればいいんだろう。私たちは何かをずっと追いかけていたいのかもしれません。いかがでしょう、皆さんの場合はどうでしょうか。こうなれたら、ああなれたら、あるいはこれが手に入れば、あれが手に入れば、自分はこんな風になれる、そう思っていらっしゃるとしたら、そのこんな風にというのは本当に今は実現していないことでしょうか。まずはよかったらそのことを考えてみてください。それからさらにその方に申し上げたのは、こうなれれば、何かが手に入れば、ね、こうなれたら、ああなれたら、自分は幸せになれる、求めているものが手に入る、そういうふうに自分の幸せ、喜びを未来に置く考え方をしていると、いつまでも幸せになれませんよ。そんな風に言いました。なぜかその何かが手に入った、ね、こうなれた、ああなれた、その未来がやってきた時、その未来は今になるからです。そうですよね。例えば明日になったらこれやろう、あれやろうと思っている時、明日は未来ですが、明日が実際にやってきた時、
それはいつも今っていう形でやってきますよね。だから今は幸せじゃなくて、未来のいつかああなればこうなれば自分は幸せになれるという考え方を信じていると、いつまで経ってもその未来っていうのはやってこないので、やってきた時はいつも今としてやってくる。つまり私たちは今しか、今という時間しか体験することができないので、だからその考え方自体が自分を不幸せにするバグになってるって分かりますか？その考え方では幸せになれないんです。幸せになるのはいつだって今だから。それが5年後であれ10年後であれ、それがやってきた時はやっぱりもう今だから、だからやっぱり幸せになれるのはいつですかって言われたら今しかないんです。それなのに未来のいつかに幸せになれるって信じてるってことは、ずっと幸せを先送りすることになります。だから幸せになりたいなら今なった方がいいんじゃないんですかって、その方にお伝えしました。決して長くはないやり取りでしたが、大切なことが2つあったので皆様にもご紹介させていただきました。1つ目は、未来のいつかに手に入るって信じているものが、ああなれるこうなれるって、幸せかもしれない、それは、喜びかもしれない、何かが実現することかもしれない、とにかく未来になれば〇〇が手に入る、〇〇になれる、そう思っている〇〇、それは今は本当にないものでしょうか。そしてもう一つ、幸せを未来のどこかに置くとき、つまり〇〇になったら幸せになれる、〇〇が手に入ったら幸せになれると、未来のいつか何かの条件が満たされた時に幸せになれるという考え方を持ち続けている時、どんな先の未来でも、どんなに近い未来でも、未来が実際に目の前にやってきた時には今という形でしかやってくることができない。だから未来に幸せになるということはない。いつだって幸せになるのは今という時だから、いつ幸せになりますかって言われたら答えは今だと思います。というわけで今日はNACA のアドバンストマスタークラスの対面授業の中で受講生さんとやり取りさせていただいたワンシーンから、大切な2つのことをご紹介させていただきました。何かの参考になれば幸いです。今日も聞いてくださってありがとうございました。西戸明子でした。